はい、皆さんこんにちは。2月もね、7日になりましたね。もうね、早いもんです。1週間ニュースが少ないですね。なんか武漢の新型肝肺炎もですね、なんか知らんけどちょっと峠を越えてきつつあるのかなという感じがしないでもないですね。もうだんだん分かってくれば来るほどですね、まあそんなにビビることはなかろうよというふうな感じになってまして、またこのチャンネルもね、それも交えつつ普通の話をいろいろと入れていこうと思っております。今日はですね、中央日報、ね、2月6日13時52分昨日のお昼に出ていた記事ですね。昨日僕忙しくってね、忙しいというか、まあ取材にいらっしゃった方のお話とお話ししてて、その後すぐお食事会があってですね、あんまり挙げられなかったんですけども、こんなんありました。韓国外交長官、日本企業の資産の現金化、政府の介入は不可能という見出しでございます。外交長官っていうのは日本でいうところの外務大臣でございますね。白髪の女性、皆さんニュースとかでご覧になったことあると思うんですけど、その方がですね、そういう発言をなさったということでございまして、ちょっと短い記事なんでね、読んでいきたいと思います。カン・ギョンファ外交部長官が6日、韓国大法院最高裁の強制徴用被害者賠償判決で差し押さえられた日本企業の韓国内資産の現金化関連措置に政府は介入できないと述べた。官長官はこの日、ソウル、ドリョムドン、なんか難しい字が書きますよ、小六都仙島みたいな、日本語で読むとね、ドリョムドンの外交部庁舎の記者会見し、ちょっと日本語変ですね、庁舎で記者会見しでしょうね、正しくは。日本企業の資産の現金化時点が鍵になるだろうが、これは司法手続きであり、政府がその過程に介入することはできないとし、政府が現金化時点を遅らせたり先延ばししたりすることもできないと明らかにした。それはそうですよね。三権分立って言うてはるんやからね、政府は行政ですから、司法は独立してるんで、そのね、司法の手続きに対して政府はね、なんか言うたらあきませんよね。三権分立ですもん。続いて、万が一の場合に政府としては対応するしかない状況とし、どういうことなんそれ。万が一の場合は政府としては対応するしかない状況というのはどういうことなんでしょうね。ようわかりません。現金化が進行すれば、それ以前と以後の交渉戦略と対応は明確に変わらなければいけないと話した。いや、現金化が進むとなんかこうね、大きな出来事が起こるというふうに予感はされてるようですね、これだけのことね。で、最後こうなってます。ただ韓日首脳が中国であって、この難しい問題を対話を通じて解決すべきだという意思を見せた。政府が何ともできないのに対話を通じて解決できるんでしょうかね。ちょっと不思議なものいいですね。とし、その意思に基づいて今年はいくつかのレベルで協議を継続しなければいけないと強調した。はい。まあどういうことかと申しますと、去年やったんですかね、戦時中にですね、日本の企業はですね、募集をかけたわけですね。ちょっと行員さん来てくださいって言って。それに応募した人はですね、応募した韓国の方がですね、今でいう韓国の方が当時のことについて謝罪せえと、慰謝料払えということを裁判をしはったんですね、韓国の。で、それで、それが最高裁まで行って確定したんですね。日本企業に1人1000万円払いなさいみたいな。判決が確定して、で、それいわゆる徴用工判決っていうんですけど、徴用じゃないですよね、募集した応募してはった人なんですけど、で、それについてそのお金を払いなさいという判決が韓国内で最高裁、韓国の最高裁で確定したわけなんですね。で、それの判決に基づいてですね、日本企業に金払えって言うたんですけど、日本企業は、いや、そんなん払う義務はないと。まあ、当然突っぱねますよね。で、
それは1965年に結ばれた日韓請求権協定で、日本側はすべてそういうものを解決したという立場ですので、それは金は払いませんということになると、どうなったかと言いますと、韓国内にある資産をその企業ですね、具体的には三菱重工と日本製鉄の資産を差し押さえられたと。その資産なんか知りませんよ、なんか保険金がなんかでしょうかね、保証金がなんかでしょうかね。で、差し押さえられた資産を、まあ、日本でいうところの競売みたいなことをなさるんでしょうね、現金化と呼ばれてますけど、現金化する期限がですね、去年はね11月やとか言ってたのに、なんか知らないの伸びてるんですよ、これよう分かりませんけどね、なんか知らないけど、3月頃ちゃうかと言われてるんですけど、その辺がね、詳しく伝えるニュースがない。で、これについてですね、日本政府はどういう立場かと言いますと、それは日韓請求権協定で解決済みの問題であると。で、もしその現金化がなされたら、その時点で何らかの行動をなさねばならないねと、まあ、具体的に言うと制裁みたいなことですね、をしなきゃいけないなという立場を再三ですね、菅官房長官を中心としておっしゃってます。で、麻生財務大臣は、それについて記者に聞かれたときに、金融面とかいろいろあるねっておっしゃってるわけですね。で、多分ですね、巷の噂、我々レベルの噂でですね、一番やりそうなことは金融面だろうと。金融面で、要は韓国とその取引をするなと。日本の金融機関にそういうふうな、まあ、命令といいますか、どういうんでしょう、規制をかけるみたいなことをやるんちゃうかと言われています。これは具体的にこれやりますよと言ってるわけではないんです。で、粛々とその現金がされるのかどうかっていうのを待ってるわけなんですよね。それで、安倍さんはですね、この前中国でですね、ムン・ジェインさんとお会いになった時に、あんたらちゃんと条約守ってねと約束守ってねって詰め寄ったらしいんですけども、僕はうにゃうにゃと言って明快な答えはなかったということなんですね。それでムン・ジェインさんはそのことについてですね、原則論でいくと話がややこしいとかって言うてるらしいですね。ご発言、その直後にそういうご発言をなさったということはメディアで伝えられてました。で、今回の菅さんのご発言も見ていると、どうやら韓国側は、韓国の政府側はこの問題で政府は介入しないよと、できないよと、それは三権分立ですもんね、できませんわね、というふうな趣旨のご発言をこのニュースでもですね、なさったということはですね、現金がそのうちされるということですね、司法の手続きですから。なぜ韓国の最高裁が賠償せえって言うたわけであって、それは粛々と進めなあかんわけですよ、司法手続き、判決出たものを実行するわけですからね。もうすると粛々と進んでいくと、こう3月ぐらいに現金化ということがなされる。多分1000万やという話ですけど、まあ日本企業にとっては何でもない額だとは思うんですけどね、そんなでかい会社にとっては。でもそれをされたということは、明快な日本側の主張は請求権協定違反ということになりますんで、約束守らへん国に対しては、って、さあどないしようみたいな話になっていくわけなんですよ。でも僕去年からね、この問題再三ね、動画もいくつも上げてね、現金化してやろうって待ってるんですけども、なかなかその現金化なんでなんて、11月頃ちおたんって書類をね、日本企業に送って、外交ルートを通じて送って、それが到達した日から2週間か3週間で手続き開始みたいなことになってたの、11月ちゃうのと言っても楽しみではないですけどね。こうまたこれが動くわけですから、ことが動くわけですからね、そこをですね、待っていたんですけども、なかなかこれがですね、現金化という手続きが、なんか知らんけどもですね、進まないんですよね。進めたらええやん、三権分立やしってね、官長官も言うたはるやん、行政は介入できひんと。介入できひんやったら、司法は粛々と進めたらええんちゃうのと。で、そういうことを、一貫請求権協定違反ということが確実になればですね、日本政府としてもそれをまた粛々とですね、それ違反やでって協定違反やでって、そういうことしてくれるんやったらこっちはこうすんでみたいなことを進めていったらええやんと僕なんかは思うんですね。
それをなんかうにゃうにゃ、うにゃうにゃとこうやっててですね、なんとかそこをですね、ごまかす解決策はないかというふうにして、ムンヒさんなんていう韓国の国会議長ですか、なんか変な案出してましたけど、しれっと両政府からそれあかんやろって言われて、なんか案はどうなったんでしょうね、なんか日韓の木財団かなんか作ってうにゃうにゃとか言ってて、まあ日本の立場は一貫しまして、請求権協定守ってねというそれだけなんですよ。まあね、そのあたりがね、もう判決出てますからね、どうなっていくのか注目されますし、ただね、これね、行政改正できるのか言うてるんですけどね、こんなん特別法を作ってね、それはこっち韓国政府を持ちますっていう特別法を作ったらええだけの話なんですよね。そのあたり非常にね、どうなんのっていうのをずっと私は注目しております。で今後もどうなるのかっていうのは、これはあれですね、非常に日韓関係にとっては重要な手続きではないかと、再三だから申し上げてきました。また申し上げました。はい、どうも皆さんありがとうございます。